こんにちは今日から始める安心男着物着物ラカンこ玉です、えー、先日たすきの時にお話ししました、えー、五角形畳の話を今日はさせていただきたいと思います基本的に腰紐とか伊達締めとかそういったものをこの五角形にこんな形状に畳んでおく畳み方ですねでえー、っと基本的に、えー、っと。 自分の側から見えた方がいいと思うのでちょっとショットを変えて、えー、と体側から映すようにちょっとしてみますえっと腰紐でもいいんですが、えー、っと分かりやすいのでうち、えー、で作っているこういう無双音の縦締めこれを使って説明をさせていただきたいと思います えっとですね、基本的に腰紐もそうですけどこの三角縫いといって、えー、端っこがこの三角になっているものの場合まずこの三角形の頂点を右側のヘりに当てるようにしてでもこの時に大体こう五角形の形がなんとなくイメージできる状態にしておいて。 この斜めの斜斜め辺で,す、ね、でえー、っと、えー、三角形の頂点の下のこの角これを反対側の左側の端に当てるようにしてもうここでなんとなくイメージ的には五角形がこうできてると思います。であとこのまま交互にこうして折っていくだけなんですが。 であと一つコツなんですが、えー、と左手は、えー、と生地を人差し指と中指で、えー、こうつまむようにしてここの間をこう通らせるようにしてでこの時に生地を広げると、えー、ともに右手は少しこう引っ張りながらちょっとかく最後巻き終わった時にグズグズにならないように。 固くこうしてて巻いていきますであとはもうこのまんま交互に交互に巻いていくということで,でこの伊達締めなんかもそうなんですが。 こうううやっって縛ったとこころはこういうふうに折れ目になりますでこれ絹の特性なんですがちょっと覚えといていただきたいのですがえっ、ー、と伊達締め腰ひもまあ腰ひも絹のものの場合ですねそれからあと角帯そういったものをえっ、ー、とシワを伸ばそうと思って皆さんどうしてもアイロンを当ててしまおうとするんですがえっ、ー、とですねアイロンを当てるとえっ、ー、とこれまあ何ていうんですかねこう。 髪がが悪くくくなななるといううか、締まりが良くなくなっちゃうんです、ね、えは機能の特性で、えー、とまず、えー、と洗濯機なんかで洗剤を使ってまず洗ってしまうと腰が抜けちゃいますそれから熱もあまり加えると腰が抜けてしまうので使い終わったら自然と、まあ、こういう形で広げてであとですね締まりという意味では、えー、と使ったままにしてどんどんこうよじれが多い細い状態になってしまうと締まらないので。 なるだけ使い終わったらば、えー、こういう形で広げてしまうというのを習慣づけるようにするといいと思います。で、えー、今こう最後こう端まで来たんですがでこの端のヘりを一番上のところに差し込むという形で,でこれで五角形畳が出来上がりです。これはまあ男性でも女性でもそうですが、うん、と基本的に自分の腰紐やこういった紐類をこの五角形畳でしまっておくとまあ えー、見た目もいいですしあとはあの扱いもすごくしやすいとともに、えー、と今お話しした、えー、と締まるという意味でいうと必ず生地は広げた状態にしておいた方が締まりがいいので、えー、こうして、えー、締まる習慣をつけていただくとよろしいかと思いますで念のためもう一度おさらいでこちらの腰紐でちょっとやってみます基本的に、えーっと この三角縫いの、えー、頂点をまず右側のへりにつけて、えー、この右側の真下の角を左側に当てるようにこの斜辺に沿って、えー、倒していただきます。これでもうイメージ的にここで五角形ができてますのでこのまんま交互に交互にこういう形で。 で先ほどもお話したように左手で挟んで右手でちょっと手前に引っ張るような形でちょっと固めに巻いていくっていうのがコツですそしてまあこういうふうになったらあとはもうずっと、えー、交互交互にこう倒していっていただいて で、最後までいったらば最後のこの端を一番上のところに差し込んどいていただくという形でこれで五角形畳の出来上がりで,すでまあ、えー、と前回お話したようにたすき掛けをする、ね、ように私たちなんか結構これをそ袖のたもとに入れときますんで出した時は一番上のここに指を入れてでパッとこう引っ張れば自然とパラパラパラッとほどけるという。 まあ、あの前にえー、っと <coughs> 袴の紐の時も言いましたけど日本のこういう,うし式たりってすごくあの便利にできていて、えー、っと帯締めなんかでもそうですが皆さんこう結んでしまう方がいるんですが、えー、そういう形にするよりも腰紐も,も同じですねちょっと形を結びみたいでし結んでしまっておく方もいますがこの五角形畳にしてしまっておく方が まあえー、といろんなことにとってこう便利ですのでこういう形でしまっていただければというふうに思います。 とということで、今日は、えー、と五角形畳の仕方ということで,で、えー、と基本的にちょっとこう自分側から見えた方がいいかなという,ふうに思って、えー、とメガネ型のカメラを使おうと思ったんですがうまくこう焦点が合わないもので、えー、と肩越しの撮影ということで、えー、そういうことで今日は撮影させていただきました。ありがとうございました。